どうも赤崎赤星赤崎家系訪問 TV 来たーやっと来ました今年1本目来ましたよそれで家系総本山吉村屋来ましたそして今回なんと最終回です12件目で最終回マジっすかはいあのちょうどまあまあこれで情報いきましょうか、はい、横浜駅から徒歩6分、はい、言わずと知れた家系の元祖でございますですねこれね、はい、あののれんはい、お客様は我が味のしなり、はい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 、市で合ってるかどうか分かんないですけど市だと思いますけど僕はしなりで読んでます、1999年から横浜駅にもともと新杉田にあったんですけどねそうだよね、はいはい、で毎晩凄まじい行列ができるんですけどもあ僕が並んだ時に、ね、50人ぐらいいましたねマジいやこれでもね今日まだ少なかったんじゃないかなと思うぐらいはいじゃあ食器いきましょうはい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 、はい、基本メニューはラーメン中盛り大盛りチャーシュー麺などなど、はいはい、そしてこれ限定型崩れ煮卵っていうねあれねちょっと作った時に崩れちゃってるやつ安く販売そうそうそう10円20円でね今20円かなそうそうそう買いますからね、うん、で今回基本中の基本ラーメンを選択していますよ着丼でございますはいこれこれラーメン710円麺固め味玉ライス辛味噌ネギをトッピングしてますあーなるほどなるほどこれこそね吉村屋いやこれ色合いがね全然違いますから ねそうなんだよねでネギは別皿なんですけどもねはい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 もう辛味噌たっぷりでめちゃめちゃ美味しいこれ絶対僕頼みますねこれ頼んだことないです、ね、吉村屋といや頼んだ方がいいこれはまずあーそうなんですかはい、はい、でライスライスねこれねあのおしんこがガチっていうガチおしんこガチおしんこですよあ、しっかりとしたキュウリとかたくあんじゃなくてガチの調合されたおしんこっていうねすげえ、はい、あー頼んだことなかったですねはいじゃあ麺からいきましょうかお願いしますこちらね、はい、まあ見てわかると思いますけどあーいいねうん堺製麺でございますいややっぱそうだよ、ね、殿下の宝刀ですね吉村さんが直で最初に契約したという高いね、うん、めちゃめちゃ補足入れてくれんねありがたいけどね僕も結構言ってますからこれね堺製麺やっぱ使ってることこそねやっぱブランドというかねあまあ確かにやっぱ家系に来てるなっていう感じがね真の家系だぞみたいな真の家系だぞって感じしますね確かに照明でもあるかもしれない、はい、あでスープですこちらはい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 やっぱりこの醤油がめちゃめちゃね濃いですね全然違うよね全然これ色でわかるよねこれね本当にでチーズがもう輝いてます輝いてますね、うん、本当やっぱ本家本家って感じしますけどね、はい、門外不出の醤油と ねそうだよねこれ見てください豚とこの鶏のやばいね使ってる量1日に1トンいやこだわりが半端がない、うん、半端じゃないでチャーシューがね、うん、柔らかいのよこれがあこれ柔らかいんだっけやっぱ吉村のチャーシューってそうなのよこれされててで焼き豚ですからねはい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 あ結構やっぱ他の店はね煮豚のチャーシューが多いけど、はい、あやっぱやっぱ本家はやっぱ焼き豚です焼き豚ちょっとスモークされてますけ ど、はい、で煮卵ですねはいはい燻製されてますけどね、黄身がねめちゃめちゃいい具合になっててねあーこれとろけてますねもうねスープをねもう流し込みまくりもう流し込みまくりです流し込みまくり、うん、いろんなスープの楽しみ方煮卵でこれ絶対僕頼むんですよこれあ頼むときで僕いつも最初に頼む最初に入れちゃうんですけどあ、はいはいはい、動画上なんで途中からぶっ込みではいはいはい結構ネギばっかいってるけどちょっとミスりましたこれはどうしたんですかあの逆にあの麺全部食った後に味噌を入れちゃってネギしか食ってないそう今ネギをスープに浸して食うだけっていうまあうまかったですけどねあでライスね餃子にんにくにごまあれで胡椒ふたふたいやそうふたね蓋取ったらね、蓋取る必要なかったこれね。チーム胡椒に戸惑ってましたけど。でラーメン酢をラーメンに行かずに、ライス酢ライス酢にして、でスープぶち込んでの海苔ね。まさに海苔ということでね。まあ、これアレンジですね、僕はね。で最後漬物も食べると。そう、ガチの漬物をね、いけますけどね。すごいね。めちゃめちゃ、ああもう。ただね、あの今回この組み合わせだったけど、はいはい、9種類ありますからね。うわ、惑星の並びみたいな感じ。惑星なんですかね。太陽系みたいな。思いっきり横に並んでるけど、これ。まあいろんな組み合わせいきますからねカスタマイズはご自由にということでああなるほどねはいごちそうさまでしたありがとうございましたわあっという間にあ吉村屋ってワンに書いてあるねあそうなんですよね来たって感じがするよ、ね、もうスープも黄金で字も黄金でなるほどダブルゴールで家系戦闘力来ましたこちら来ました初のあ95へ90点に初だっけ初なんですよ初かやっぱ家系ね最初にね設定をめちゃめちゃ低くしたからでまあ、ちょっと最終回迎えましたけどあそうだよそうどういうことなんですか一体いやこれねちょっとねお知らせというかお知らせ赤星マシマシ TV の中では家系最終回ですけど、はい、実は僕年始から個人チャンネル立ち上げましてあやってるらしいです ねあの赤崎正幸のチャンネル、はい、ザキちゃんというはいザキチャンネルザキちゃんザキチャンネル そちらの方を、はい、家系を柱にしてやっていこうと思ってますんでああマジっすかなんでまあチャンネルを移動する形ですねこれはねぜひとも登録をお願いします。ああ、まあ僕もじゃあこれでやるんでしょ。そういろいろ赤星から素材もら
って。でこれまでは中星が編集したりだろう。先週も僕やりますから。はい、あ気になるわ、はい。それにアフレコするってことだよね。そうですそうです。あそれやるか。アフレコは引き続きね赤星と瀬尾にやってもらいますんで。なので引き続きよろしくお願いしますということで。はい。チャンネル登録ぜひともお願いします。はい。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。Thank you.